日本プロ野球史上初のトリプルスリー複数回達成者である山田哲人トリプルスリーは日本プロ野球において打者が同一シーズンに打率3割30本類が30盗塁以上の成績を記録することを意味する用語であり和製英語であるトリプル3、トリプルサー3とも呼ばれ3割30本30盗塁とも呼ばれる岩本義之、ベッドをかおる 中西太氏が達成した時代は、トリプルスリーという言葉は存在せず、野球ファンに記録が注目を浴びるようになったのは1980年代からと言われており、1983年に美田浩二が達成した際には、野球雑誌などで取り上げられた。野球の攻撃分野において、月の内向打者であることを証明するものとされ、これを目標とする打者も存在する。 川上哲司は1950年、長島茂雄は1958年に、いずれも本類打一本の差で、トリプルスリーを逃した。特に長島は、一類を踏み忘れて、幻の本類打となった一本があったために記録を、逃した。2015年シーズンでは、ソフトバンクの柳田祐希とヤクルトの山田哲との二人が、トリプルスリーを達成した。 日本プロ野球での達成者は2002年に松井和夫が達成して以来13年ぶりで複数人達成は1950年に岩本と別当が達成して以来65年ぶりのことでは大となりトリプルスリーは2015年ユーキャン新語流行語大賞の年間大賞に選出された山田は2016年2018年もトリプルスリーを達成 二年連続及び複数回のトリプルスリー達成は日本プロ野球史上初である。英語圏では年間30本類打30盗塁達成は30から30と呼ばれて高く評価されるものの、さらに打率。300到達を加えた成績が特別視されることはなく、それを指すトリプルスリーやトリプルサィーという故障も定着していない。 例えば、英字新聞のジャパンタイムズが2000年の金本智明の成績に言及した記事では、300から30から30プレイヤーと表現され、同じく、ジャパンタイムズが2015年の山田の成績に言及した記事では、h o w a r ズ is known in Japan as the 3と表現されている。概要説で述べたように、英語圏ではトリプル3という概念自体が普及していない。 以下の一覧は30から30クラブの打ち打率3割以上の成績を抜き出したものである。ありがとうございます。